こんにちは、ミルキーなおです。久しぶりの動画投稿で風呂上がりということで、今日もアイスを食べながらお話しします。今日は見て見て、ガリガリ君のパイン、大人なガリガリ君ゴールデンパイン味を食べながらお話ししたいと思います。よろしくお願いいたしますね。しばらく動画お休みをしてまして、今日が実は7月の31日日曜日の夜なんですけれども、おそらく配信は明日だから8月1日の19時に配信されていると思います。パインです。めっちゃパイン、あ、パイン、私フルーツ好きなんですけども、今はスイカが好きですけど、年中通して1年通して好きなのはパインかも。あとスモモとかも好きなんですけど、まあ、聞かれてませんけどな、好きなパイン味、あ、梨味も良かったけど、これやっぱフルーツのね、がっつりフルーツ味のガリガリ君は最高ですね。うん、おいしい。はい、ということで、ちょっとお休みをしていました。すいません、体調が悪いわけでもなくて、ちょっと精神的には追い詰められてましたけどなんかいろんなね、締め切りがねバーってきて、ちょっと対応できずにあたふたしていまして、なんか貧乏暇なしって言葉があるじゃないですか、あれだっていうぐらい忙しかったんですけれども、なんとかね落ち着いて、で、まあ、締め切りクリアしたもの、締め切りからも落ちちゃったもの、いろいろございますが、なんか、まあ、日にちがね過ぎて終わったので、まあちょっとぼちぼちこれからは YouTube の投稿も再開していこうかなと思ってます。コロナがバーって始まった時に、我々イベント屋さんは仕事がなくなったわけですよ。で、その時にもういろんなことやろうと思って、ライターの仕事をちょっと応募してオーディションを受けてお仕事をもらったり、あと占いもちょっとやってたんで、占い師の事務所のオーディションというか面接して、まあ、受けて、で電話占い師もさせてもらったりしてたんですけれども、この電話占いっていうのが何分以上待機しなくちゃいけないっていうのがあるんですが、まあ、結局ね待機時間がもう足りなくて脱落してしまいました、ね、今まで私の方に占いをね、ご指名いただいた方申し訳ございません。まあ、ただ個人的には鑑定受け付けてますので、まあ、それはそれで今まで通りホームページからお問い合わせいただきますと占いもやってますので、それはお問い合わせください。ただもう電話鑑定でっていうのがもうなくなりましたので、すいません、ズームか、まあ、電話かメールからやってますのでよろしくお願いします。締め切りから落ちたやつまあちょっと優先順位を低くするわけではないんですけれども、ちょっと他のねこれやってくださいっていうのが、まあ占いはもう私がはいなしですって言われるだけで終わるものなので、まあちょっと仕方がなかったのかなと思ってます。あと夏祭りのね司会をさせてもらったり、これはでもピンチヒッターだったんですよ。本来だったらすごく素敵な MC さんのお知り合いがいるんですけれども、彼女がする予定だったんですけれども、ちょっとコロナで陽性が出ちゃって急遽ピンチヒッターで呼ばれて行ってみたいな、なんかそういうお仕事をいただいたり、まあ、その前にビアパーティーの司会とかなくなってますからね、コロナで仕事を失い、コロナで仕事が回ってくるみたいな、なんかそんな感じになってますけど、ただ手洗いうがいとかねめっちゃしてますね。ただ毎日暑いじゃないですか。私自転車で移動することが多くて、
まあ、今日の現場は、まあ、いつもだったら電車とバス乗り継いでいくんですけれども、そこの現場がちょっとバスの時間が1時間とか1時間半に1回しか1本しかなかったりするので、ちょっとなかなかね時間が難しいなと思ったんで自転車で行ってみたんですよ。 Google で見たら1時間3分で行ける、まあ、1時間ぐらい、ちょっと暑いけど、まあ、ダイエット中だし行けるわと思って自転車に乗って行ったら、ちょっと早めに出たからよかったんですけども1時間40分かかりましたすごく早めに出て、もう3、40分前に着く予定だったから、まあ、余裕で行ったんですけれども、割とギリギリに着いてしまって、私迷ったのかな。で帰りは本当にがっつり迷って2時間以上かかりました。うん、もうでも暑いじゃないですか。そうなるとマスクしたまま行ったらなんかクラクラしてきたんですね。なんでちょっともう、まあ、自転車中はね誰とも話さないしマスク取っちゃっていいかなと思ってマスク取って、あともうお水だった、お水じゃもう追いつかないみたいな感じで、あれなんだだから飲んだりとか OS-1 蛍光補水やすく蛍光補水液飲んだりとか、あとポカリ飲んだりとかしながら、しないとねもう本当熱中症は皆さん気をつけてください。今日自転車でまあ往復4時間ぐらい自転車で行ったんですね。まあもう本当いい運動になりました。ダイエット中ですから犬になったんですけども、すっごくセミが死んでた。多分暑いけんやと思う、ね、というちょっと動画休んで復活するときはアイスを食べながら言い訳をするっていう流れを作ろうかなと思ってます。わけで多分しばらくはそんなに締め切り物がとかいうのはないと思うので、しばらくはまた平日毎日投稿できるかと思います。お盆の13、14、15はちょっとお休みしようかなと思ってます。まあ本当になんかね福岡のね地方に住んでいる50手前のおばちゃんの悪ふざけの動画っていうのがメインなんですけども、まあ、この動画にお付き合いいただいている皆様本当いつもありがとうございます。これからもねアイス食べながらですが、どうぞよろしくお願いします。アイス食べながらですがはい、これおすすめ、大人なガリガリ君。ガリガリ君リッチとはちょっと違うのね。なんかこれ Facebook のガリガリ部員とかいうのがあるみたい。なんか入部方法って書いてある。Facebook にガリガリ部っていうグループができたらしい。どうしよう、入部しようかな。はい、ということでごちそうさまでした。今日は、ガリガリ君のゴールデンパイン味を食べました。ありがとうございました。ということで、まあ、今日はねいろんな言い訳動画でした。占い師としては電話占いは、はい、中退みたいな感じです。以上、ミルキーナムでした。ありがとうございました。さよなら。